はいみなさん、こんにちはす。一日一錠、井上錠です。今日は皆さんからよく聞かれる質問。筋肉と身長のことについて話したいと思います。アメリカで身長が低い人は馬鹿にされますかアメリカで、えー、筋肉ついてる人の方がモテますかっていうとこですよね、えー。まず最初に皆さんに知っていただきたいのは、他の動画でも言いましたが、アメリカというのは人の見た目のこと、見かけ、えー、容姿 そこに触れるのはタブーっていう風潮がありますもちろんみんながみんなじゃないですけど僕が見てきた中だとそこはその日本と同じノリで触れると大変なことになりかねないですよだから分かんないけどなんか背低いよね君から分かんないけどちょっとのぽっちゃりだねとか分かんないけどそういうところを、あのー、そういうことを話さない方がいい。うん ももう何も言わない方がいい方がっってて俺は思ってる、うん、日本とはまた違うノリなのですごくそこはセンシティブっていうか敏感なエリアだからそう政治と宗教と同じぐらい触れてはいけない,い,いところだと俺は思ってます、うん、だ仲が良くても友達とかでも俺は言わないように、えー、心がけてるよね、うん、それは気をつけた方がいいですもちろん人によって違うからあのそこはね何とも言えないところもあるけど うん、でそれを加味した上でそんな風潮があるにしても言ってくる人は言ってくるから特に中高生の時期とかねすごい敏感じゃないですかその見た目とかいろいろそういうところで突っ込んでくるやつらもいると思います見かけのことで。社会に出てもそういうルールがあるにもルールっていうか風潮があるにもかかわらずいろいろ言ってくる。 ちょっかい出してくる人はいるので、うん、でその上でじゃあ身長が低い人はどう見られてるのか俺の個人的な感想だと身長はあんまり関係ないと思うのね少なくともわかんないけどその生配信をしている中でコメントを読んでるとその日本の人たちが思ってるほど身長には シビアじゃないと思うのねアメリカってやっぱそれはうーんそれ背が小さいからみたいな感じで、えー、変な扱いをしたりとかそこで茶化したりするとやっぱタブーというかとんでもない感じになりかねないからその周りからの見られ方もそれを言った人がねとかあるからあの触れないことの方が多いと思うし。 その身長が低いからってで何なのって話じゃないですかうんでもやっぱりあの見下す人は見下すよねだからそういう人に対して、えー、自分の姿勢自分の態度を強くうなんていうのかなプレゼンしてる人は多いと思う、うん、だからそう身長が関係ないよって言いつつもでもやっぱり えー、その背が高い人と背がちっちゃい人でこう話す時はそれなりに気合を入れないとな、えー、めるかなめられるかの文化って前の動画で言いましたけどアメリカは、うん、だ一見ちょっと難しいよねあれ矛盾してないってその養子のことを、えー、突っ込むのは、ね、割と NG とされてるのにその見た目でやっぱりな、えー、めるかなめられるかになってるんじゃんじゃあどっちなのって話があるじゃん。 難しいところでその身長が低いからといって必ず見下されるわけじゃないんですよ何が肝心かっていうと自分がどういうノリで他の人と接してるかっていうとこを見られるんですよそういう意味で舐めるか舐められるかっていうことなんですねだからあ身長低いはいじゃあもう自動的に見下すじゃなくてそこからの出方を伺うんですよねその そういうい人たちってだから自分を強く芯をしっかり持ってこう何姿勢がいい感じで何かあったらやるぞみたいな感じで、えー、プレゼンしてるとあ、あのー、それが伝わったりしますよね。ああこいつはちょっと何て言うのうんあんまり、えー、その喧嘩売ったらさ喧嘩買うぞみたいなぐらいの勢いで来てるから。 ちょっとこう、えー、一目置くっていうのかなになるんですよね、うん、でもそれで身長が低くてなよなよしててえーって感じだとなめられてしまう可能性があるっていうだから結果的には身長関係ないっていうかそこで自分が本当とに、まあ、男の場合だったらその男らしさを出すっていうかさ本当にやる,やるんならやるぞぐらいの気合でグッて、えー、していれば。 うーんその背の低いところをカバーできることが多いっていうか、まあ、難しいよねこれをちょっと説明するのはやっぱりこういろんな要素が入ってるから必ずしもっていうふうに何も言えないからこういうことはもちろん人によってさあの背の低い人を本当に見下してくるやつってのはいるじゃん絶対にうんだけれども、うん、そういうの気にしないっていう人の方が俺は多いと思うの なぜ、うん、かというとやっぱりそういうのを気にしてそこで人のことを判断すると、えー、世間からの見られ方がさもうこういそんなこと言うやつはクズだみたいな風に見られるからその世間体を気にして、えー、そういう身長のことを気にしないように自然となったっていう人も少なくないと思うのわかるちょっと難しいよね 世間からこう見られてしまうもし自分が他の人を養子とかで判断してしまったらだから思ってても口にしないとかもしくはあの口にしないどころかその考え方がその社会とう同じになるから、うん、もし社会の教えがなかったらすごく慎重なことでバカにしてたであろう人間もその世間体を気にすることによって まあ性格が変わるってわけじゃないけどなんかそういうことでバカにしなくなるっていうパターンとかいろいろあると思うのまあだから関係があるんだよねアメリカという,うーそ国のそ世界の社会の流れそれがあ他の人に対してのそうどういうポイントで、えー、見下してくるのかもしくはどういうポイントで見下しちゃいけないのかみたいな意識 すごく形成されているような気が僕はする。うん、ちょっと難しい話だよね。こんがらがっちゃうかもしれないけど、まあでもだから複雑っちゃ複雑なのね。うん、もう一つの答えでこうだっていう感じでもないからさ。うん、ただ僕が見てきた中だと身長はあんまり関係ないかなっていう。大事なのはどうやって自分をプレゼンするかなんだよ。だから基本的にアメリカっていうのはどういう形でっていうかどういうふうに。 どんな姿勢でで自分をプレゼンしていくかで、えー、ほぼ決まると思うだからいくらあのなんていうの身長がめちゃめちゃ高かったとしてもさそこで「うん、えー、うん、えー」みたいな感じでなよなよしてたらそれはなよなよしてるやつってなるしさ、まあ、関係ないじゃんだ世界高いからって別にだから何っていう話になるじゃん。うん ただ女性の好みとして私は自分より背の高い人がいいわっていう人はまあ少なくないかもしれないからそういうとこではまた別の話ねうんなんだけどその人としてアメリカで暮らすにあたってこう日常的な会話だとか人に出会ってとか仕事で何かを打ち出す時に関係はないと思うの最後は自分がどれだけ本当に人として強くやっていけるかっていうことだよね こうちゃんとしたシーンが通ってて、うん、何か問題があった時にそれをしっかり対処できる強さ何か喧嘩売られた時のあっていう、うん、俺は負けねえよっていう気持ちがあればあのうんそこが大事なんだと僕は思ってる、うん、じゃあ次は筋肉の話いきましょうで筋肉はえー、うんモテると思いますでもモテるって言っちゃうとまたじゃあ マッチョな人が必ずモテるんだねっていうわけじゃない、うん、ただその日本とかだともしかしたら細マッチョとかの方が人気だったりするのかなわかんないちょっと日本の事情は僕わかんないからあの触れないでいくけど結構がっつり筋肉筋トレしてるぜっていう人があのモテるっていう話はよく聞くよねもちろん筋肉つきすぎてる人はあんま好きじゃないっていう女性もいるからそれは好みなんだけど すごくジムに通ってる人が多いアメリカは女性でも男性でもでもやっぱりベンチプレスすごいの持ち上げられるっていうのは一つ何かうん称賛に値するというか周りから一目置かれる感じになるわけですよおーってこいつ強えなーってタフさ男はタフでマッスルでっていう感じは考えはすごくアメリカンだと思う だってハリウッド映画とか見てもテレビシリーズ見てもそうじゃない、うん、あの顔はイケメンでもさちゃんと筋肉ガーってついてるそうポスターとかもそうじゃないなんか白黒の分かんないけどなんちゃらかんちゃらみたいな下着のコマーシャルでもなんでもいいけどしっかり筋肉ついてる人多いじゃんだあれぐらいのがモテやすいモテる確率が高いってのはあると思うの華奢な人よりかはいや筋肉しっかりついてた方が 寄ってくる可能性高いんじゃないかなと思うよ、うん、女性が、うん、だから分かんないけど例えば日本とかでマッチョすぎたらこう「うーん」っていう人もいると思うんだけどその割合的にはアメリカの方がそのゴリマッチョ持てる確率は高いと思うよ、うんまあ、ど,どこら辺からをゴリマッチョっていうのか知らないけど うん、てかよくゴリマッチョが何かもう俺わかんないけど <laughs> 響きからちょっと今憶測で言ってるだけだけど <laughs> まあゴリゴリのマッチョっていう認識ね俺のはうんなのでそうっすねうん筋肉はモテるんじゃないかなって思うそのシンプルに言うとね、うん、モテるかモテないかだったらモテると思うよ、うん と思いますはいということで今日は身長と筋肉の話をしましたけどいかがでしたかまあこの話をその話し終えてやっぱ複雑なトピックだなぁと思う特に身長の方はちゃんと僕の言わんとしてることがみんなに伝わったかなっていうのは少し心配だよねだけどまあそれも皆さんのコメントを読んでちょっとあの うん、その様子見てみようと思います。やっぱこういう動画って載せるとあ伝わってないんだなっていうこと結構あるからなんか俺が言ってたのはそういう意味じゃないんだけどなみたいな、えー、温度差が生じてしまうことが本当に多いので、うん、かといって撮り直した方がいいってわけでもないと思うんですよ。 何回か話してみたらまとまってくるんじゃないかっていう話題でもないような気がするから、まあ、ちょっとここら辺でとりあえず今日は、まあ、こんな動画もいいでしょうなのでコメントをええーね、か皆さんの思うこととかもし他にアメリカのことで知りたいことがあったらあ書き込んでくださいということで次の動画でお会いしましょう、えー、一日一条井上,以上でしたバイバイ 悪い言葉皆さん下ネタ専用のチャンネル作りましたエロウェイジョー本格的に始まりました自己責任でもしよければチェックカモンリンクは詳細に僕の情報とりあえず全部上位の上 .com に載ってます SNS だったりよくある質問だったり僕の音楽活動英会話レッスン全部上位の上 .com にあるよ 「ワクワクででこの世に生まれ落ちる時に私の」「ワキメキボイスゴ男の子は強く優しくよく正しく君